6760K 形式図6760型は日本国有鉄道の前身である鉄道員が1914年から製造した軽旅客列車経営用の国産テンダー式蒸気機関車であるこの時点ですでに正式採用され量産されていた車軸配置にから6から0で2機等端式の加熱式テンダー機関車8620系のボイラーおよびシリンダーに 本形式の先行型である4から4から0系、テンダー機関車の6700系、6750系の走行装置を組み合わせたものといえ、機関車設計の標準化を図った最初の例である。総軸数が同一で、同軸数が減少しているため、性能的には粘着重量が8620型よりも小さいが、これは、 運用線区の輸送量の代償によって使い分けるつもりであったようである。設計は9600型などを設計した大田基地末で、運転台の形状や歩み板の高さなど9600型と共通するものが多い。本形式の特徴は、便装値の乖離クランクの位相が9600型と同様にクランクより90度先行した様式を採用したことである。 以降の国鉄標準型無式は、帰りクランクの位相が90度遅れであり、進行棒を押し下げた時に前進となるのであるが、これと全く逆であった。こうした様式は統一する方が望ましいのは当然で、あるが、鉄道員として標準を決めかねたのか、確認に手抜かりがあったのかは定かでないが、いずれにせよかと的な混乱と考えられる。製造所はべて川崎造船所で、 1914年から1918年にかけて88両が製造された。しかし、同輪上重量、最小曲線半径などの性能が、総合的に8620型に劣り、また、その後の輸送量増大により、早々に、本来の軽量客列車検員用から離れ、入れ替え用機関車として任務を全うしたものが多かった。また、 速度が上がると奇妙な振動を生じて乗り心地が悪かったという。製造年別の両数及び番号は次の通りである。1914年度生の6760から6771の配属は、神戸鉄道管理局6772から6781は、 東京鉄道管理局であった。1916年度制の6782から6801は中部鉄道管理局6802から6811は西部鉄道管理局1917年度制の6812から6820は西部鉄道管理局6821から6827は 九州鉄道管理局、1918年度制の6828から6830は、西部鉄道管理局、6834から6838は、中部鉄道管理局、6839から6848は,68は、東部鉄道管理局に配属されている。使用線区は、横須賀線、東海道本線中部、山陽本線西部、 東北本線南部、常磐線、総武本線、房総線、中央本線、日報本線であったようである。1923年3月末時点の配置表では、6762、6770、6804から6809、6814、6815、6828が港町の配置となっており、当時は、 関西本線西部で使用されていたことがわかる。さらに1930年12月末には6772から6792、6842から6847が東京鉄道局から大阪鉄道局に連続している。1935年6月末時点の配置は次の通りであった。本形式は 全車が揃ったまま太平洋戦争後まで使用され、最初の廃車は1948年11月の6800であった。1955年8月1日時点の配置は、次の通りであった。横浜の19両を筆頭として、入れ替え用途が中心であったが、第一種旧車、運転用街等使用車及び、工場構内入れ替え専用車を含んでいた。遅れていた。 大体の入れ替え用ディーゼル機関車の開発が DD13 型の導入により軌道に乗ったことから1958年までには全車が廃車となった。保存されたもの、民間へ払い下げられたものはない。ありがとうございます。